ささささ届きましたよ。この入れ物に入ってるということはっていう感じで金魚に見えるんですけど、金魚じゃないですよこれ。金魚じゃないんですけど、ちょっと開封しますね。はい、すごいでしょう。はい、安永の AP40、 俗に言うブロワーと呼ばれるもので、浄化槽、まあ、要はろ過槽に対するエアーのために使う装置、まあ、巨大なエアポンプだと思ってもらえれば良いかなと思います。思ってたよりも倍でかいまあついにね買ってしまいました。前にあの強輪のハイブローを買った動画を出した時に、次に行くのはこれですね確実にみたいなのを視聴者さんに言われてたんですけど、まあその通りになりましたね。で今回ヤフオクで、まあ、安く落札できたんで定価よりは安いんですけど、まあ、定価でもね1万円しないぐらいで買えるので、もしよかったらあのリンクを貼っとくので見てみてください。で今回これのね設置をするんですけど、今ねあのいろんなところにエアーが点在していて、なかなかねこう、まあ、コードがごちゃごちゃになるのもあるんですけど、今ねこの90センチの水槽には強輪のハイブローを使って、これ1台でこの2つなんですよ。でもそんなになんかエアーが強くない感じがして、でこの水槽はやっぱり数が多いので、やっぱエアーも強めがいいかなっていう感じがするんですよね。なので、まあ、今回エアーの強化の意味も含めて安永のエアポンプを買ってみようというふうに思った次第でございます。でこっちの水槽は今ねこのここにあるんですけど、ノンノイズっていうやつを使ってて、これもね2つエアーを入れてるんですけど、やっぱりこれもねちょっと弱いかなって気がして、まあ、今だからエアーポンプ2台すでに使っていて、でかつこの60センチの水槽の方にも1台ね水深のちっちゃいやつを今使ってるんですけど、まあ今ねだから3台使ってるような状態ですね。それを全てまとめたいっていう思いと、90センチのエアーを強化したいという、まあ、趣旨かな。でねこれが相当強いらしいんで、まずこれをね試してみようと思います。まあ、音とかのレビューも含めてちょっとやってみようかなと思っているので、まあ、その辺もねちょっと使用感含めて見てもらえればいいかなと思います。じゃあねまずはこれ単体でどのぐらいのエアーの力があるのかっていうのを見てみましょうか。はい、じゃあね今ねちょっと三重子を揃えてきたんですけど、まあ、よくねこの辺は比較される対象なので、まあ、ちょっとね月並みな動画になっちゃうんですけど、左から強輪のハイブローを、水深の 2S、 そして今回買った安永の40だったかな。でまあ排出量的には水深、ハイブローを、今回のやつですねっていう順番なんですね。ハイブローと安永のやつの差は結構あります。5倍ぐらい差があるので、まあ、今まで使ってたやつを全部統合してもあり余るぐらいのパワーがあるんじゃないかと思ってます。で今回試す環境はこいつ、まあ、普通にバケツに水入れてきたんで、このね息吹のセラミックエアストーンを今つないでるんですけど、まあ、これにつないでみてどのぐらいエアの排出量に差があるかっていうのをちょっと見てみようかと思っております。あとちょっとね音も含めてやりますね。じゃあまずは水深の 2S からいきますね。 2S の最大マックスパワーでいきます。でこれが結構ねうるさめです。まあこんなもんですね。で音は、まあ、ちょっとあんまり拾ってないかもしれないですけど、結構気になるぐらいの音はします。ブーっていう、リビングに置いてると結構気になります。これ最大で使ってると、これね、まあ、マックスじゃなくてミニマムで使えばそんなに音しないんですけど、ミニマムにすると一応ね、まあこんなもんですよ。ほぼ出ない。ちょっとホースが長いのであれですけど、まあちょっとね音はしなくなるんですけど力が弱くなる。で最大にすると、まあそこそこ力はあるものの、やっぱ音が気になるってところですね。はい、じゃあ次は強輪のハイブローいきますね。はい、これが強輪のハイブローですね。まあ 2S よりは絶対力は強いです。まあそれは間違いないです。で音は強輪のハイブローの方が絶対に静かです。もう圧倒的ですこれ。でハイとローがあって、今ハイにしててローにすると、まあちょっと落ちます。まあとはいえこんなもん、まあローで 2S ぐらいなのかな。でハイにすると結構強めです。でこれはリビングに置いてても全く音が気にならないっていうところが一つポイントですね。じゃあ最後は安永のポンプですね。これはねちょっと一番気になってるのは音です。
はい、繋いでみました。もう圧倒的な差ですね。もうあのこんなに上に盛り上がってくることは今までの2つにはなかったところなので、圧倒的な力の差です。ただやっぱり音はそこそこするかな。ちょっと聞こえてるか分かんないんですけど、やっぱりボーって音はします。多分水深の 2S と音的には同じぐらいかな。うん、そんな感じですね。まあちょっとリビングに置く用で買っちゃったんで、もうこれをね置くしかないんですけど、やっぱりちょっと気になるかなっていう気はしますね。ハイブローの方がリビングに置くなら絶対です。これはもう間違いない。ただまあ今回は強くしたかったのと、まあいろいろつなげたかったんで、全部ねエアーをまとめられるような形で今回組もうと思っているので、このエアー量が欲しかったというところで、じゃあまずはね、他の水槽全部につなぐので、そこまでカットします。それでは。そうだ、1個だけあの取り付ける前になんですけど、今回ねちょっとねシリコンラバーチューブというものに全て変えようとしていて、でこのねスポンジフィルターをつないでるのがシリコンラバーチューブなんですけど、見てわかる通り白い汚れがつかないんですね。でこれが普通のね普通のチューブです。まあ見ての通りこう白いつぶつぶみたいなのがつくんですけど、これがねシリコンラバーチューブは本当につかないんですよね。で商品としては、まあ、これなんですけど、このねシリコンラバーチューブってやつ、これどこのやつだっけな、まあ、これもちょっと概要欄に貼っときますけど、これがかなりおすすめですね。まあ、2色買ったんで120cm 水槽には黒で、90cm 水槽には透明なやつをつけて、まあ、このね白い汚れがつかないようにしようかなと。今スイッチ入れたんですが金魚みたいな音になっちゃった。やばいマジでエアーが強すぎる。まずね、まあ結論からまず言うと1個で全部をまあ賄えてるんですけど、まずそこはすげえなっていうところもあるんですが、エアーが強えなまあ別にコックで調節できるんですけど、なんかね締めれば締めるほどシューって音がうるさくて、じゃあそこの部分がちょっとあれなのかもしれない。今ちょっとサンゴは強めにやってます。下がね白に汚れ若干しちゃったね、汚れが舞っちゃったんだと思うんですけど、まあでもこっちの水槽はエア強めたかったんでこのぐらいでちょうどいいと思います。で上の水槽がこんな感じになっていて、でねこの中に実はねエアストーンが入ってたんですけど、それ外したらすんごいうるさくなっちゃって、このボコボコ音がすごいボコ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 って、なんかもうお風呂のジャグジーバスカのような音がするんでやばいっすねこれは。で、あとはこっちか、まあこっちはまあこのぐらい、まあ別にこれに関しては別にそんなに音はうるさくないかなという感じですね。であとろ過層にもちょっとね1個コックが余ったんで、6個あるんですよ、コックが6個あったんで、まあ1個余ったのもあるので、ちょっとこっちにろ過層の中にもエアーをねさらにここから2分岐させて入れてるんですけど、それでもこっちも結構ちゃんとエアレーションができてるのでかなりあの強いですね、エアーが。でね音はうるさいうるさいっていうか、まあ気になるかな。ちょっとリビングなんでね、これはちょっとリビングだと微妙かもしれん。あの水作の 2S のマックスパワーと大体同じぐらいの音がしますね。ただまあエアーの力は気にならないぐらいの強さなんで、まあもちろんそこは全然違うので、そういう意味だと静かな方なのかもしれないんですけど、ちょっと気になっちゃうかなっていう気はしますね。で今はそれよりも何よりもこの 120cm 水槽のこのポコポコ音の方が気になっちゃってるので、その中に入ってたエアストーン外したらこうなったんで、エアストーン戻してもう一回やり直そうかなと思います。まあ泡がでかくなっちゃうとそれはそうなるよね。ここに外したエアーたちの残骸がありますが、まあこれだけのエアーを使って今まで管理をしてたんですけど、まあそれが全部一つに集約されたっていう意味ではかなりお得な商品ですね。値段的にも1万円以下で買えるんで、ハイブローと水深1個でもうそれだけでペイできちゃうので、値段的にはまあまあまあそこそこのコスパなのかなとは思います。ただ大きさと音はまあちょっとやっぱり妥協しないといけないかなって気はしますね。あの恐竜のハイブローはもっと静かなので、そっちの方が、まあ、もしかすると
それをね複数台置いた方がリビングに関して言うといいかもしれない。うん、ちょっと耐えがたいかなこれは。まあ、特にこのポコポコ音がうるさすぎてちょっとやってられないレベル。まあ家にほとんどいないといえばいないけど、テレビがね、テレビ見れてる時にこのポコポコ音がうるさすぎると若干ストレスになる気がするんで、じゃあちょっとそうだね、エアーをじゃあ消してみますね。どれだけ変わるか、この差です。もう一瞬で静かになるでしょ。水の流れる音は確かにろ過装置が動いてるんでするんですけど、この差です。全然違うでしょ。リビングだからさ、あの飼育設備じゃないからさ、そんなね、このボコ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 落としてたらちょっと怒られちゃうよね。まあでもそれでもこれだけの水槽のエアーを全て一手にやってくれてるっていうのを加味すると、まあいい商品ではあるのは間違いないんですけど、ちょっとうるさいかな。はい、ということで、まあメリットはいろいろあります。やっぱりコードが一つになるんで、電気代はちょっとあれかもしれないですけど、あの火災のリスクとかね、タコ足にならなくできるので、できればあの1個になればね、まあ、そういうメリットはもちろんあります。ただ置き場所とか音はやっぱり強くなればなるほど大きくなるので、まあ、そこはねしょうがない部分ではあるんですけど、まあ、あとはこういう息吹みたいに細かい泡のやつはそれはそれでシュワーって音がするので、シュワーって音かポコポコ音かっていうところが一つの境目ですね。なので気になる泡の音と気にならない泡の音で分かれるので、そういう意味では回顧度は結構優秀で、ちょっとこのねスポンジフィルターは中にストーンを入れることもできるので、それをやらないとちょっと音が厳しいですね。厳しいっていうか、まあ気になっちゃうので、あんまり許容範囲じゃなくなっちゃうと思います。ポコ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 っていう感じ、まあ、普通に金魚屋さんとか行くと音がそういう音をしてると思うんですけど、ああいう感じになっちゃうので、リビングであれになっちゃうとって感じかな。でこっちの水槽はね、水作ジャンボと、まあ、自作のフィルターなんですけど、自作のフィルターはサンゴがうまい役割を果たしてくれて、泡が均等にねこういう感じで出るんで音そんなしないんですよね。でマックスでやっても全然気にならないレベルの音になってくれてるっていうとこですかね。はい、という感じで、まあ全部のエアを集約できたっていうところは良かったかな。まあでも皆さんも使ってみてもいいかもしれないです。普通に古代魚飼ってる人、大型の肉食魚飼ってる人とかはエアがやっぱ強くないとろ過能力が落ちかなかったりするんで、普通にこういう大型のエアをね使うことが多いと思うんですけど、まあ、金魚ではね養殖とかしてる人ぐらいにならないと普段は使わないんですかね。まあ僕の視聴者さんでも一般飼育されてる方が多いと思うので、まあまず使わないとは思うんですけど、まあ、こんなものもあるよっていうとこですね。で一般で使うんだったら恐竜のハイブローが限度かなってとこですね。パワーも音も含めて恐竜のハイブロー本当に静かでとてもいいので、そういう意味だとまあ一般的にリビングに置くっていう限定されたところで言うならば恐竜のハイブローですかね。寝室には絶対無理ですこれ。まあそれでも大丈夫って人もいるかもしれないけど、普通は無理だと思いますね。僕だったら寝れないレベルです。全然金魚のそのブクブクとともに寝れるぜって人の方が少ないと思うんで、それはまあ物好きな人もいるとは思いますが、僕はちょっと無理かな。寝室には絶対これは置きたくないですね。まあエアーはねどんどん増えちゃうと思うんですよね。ただ一個言えることとしたら、まあこういう風になっちゃうので、エアーがあって困ることはないので、逆になくて困ることはあると思うので、まあ増えてっちゃうっていうのはしょうがないところもありつつ、最初に買うんだったらなるべくそのなんだろうな、水槽に適合するより一回り大きいの買っといてもいいと思います。だそうすると例えば病気になって隔離しときたいってなった時に、一回り大きければメイン水槽そのままにしといて分岐させてもう片方でトリートメントしてあげるってことができるので、そうすると新しいエアコンも買わなくてもいいですし、メインの方のエアを弱めないままでいけるので、まあ、そういうところで言うとエアポンプは多少たくさんあった方がいいのは間違いないんですけど、まあ、ただねいたずらに増えてっちゃうっていう僕みたいなこういう残念な例にならないためにも、やっぱり自分のチョイスする水槽よりもちょっと一回り大きいやつを最初から選んであげると後々楽です。というよりコスパがいいです。水槽もそうだけどね、水槽も最初45でいいなと思っても、結局大きくしたくなって60センチ変えましたってなると、45センチどうしようってなって、じゃあ45センチもとりあえず使っとこうってなると、どんどん水槽増えていっちゃうから、
60センチ最初から置ける場所があるんだったら買っちゃった方がいいかなとは思いますけど、まあ、そういうのと同じでエアーもね、まあ、あのうるさいとか結構あるんですけど、大きいやつを、まあ、パワー調節できるやつで少なめに使っとく分には音は全然大きくないので、そういう意味ではいいと思います。はい、ということで、今日はずっと気になっていた安永のエアポンプをついにうちにも導入したんですが、全て賄ってるんでかなりのハイパワーで高コスパなんですけど、やっぱちょっと音は気になりましたというご報告ですね。こいつを適切にレビューできる環境でレビューしてないので、そういう意味では悪いと思わないでほしいんですけど、まあ、一応ね部屋の中で使ってる人も少なからずいると思うので、まあ、もし使おうとしてる人がいるったら参考になればいいなと思ったのと、まあ世の中にはこんなエアポンプがあるんだなという面白さで見てもらえればよかったかなと思います。実はこの40ってのは結構小さめの方です。もっと上があります。まあ、皆さんもねエアーとかね、まあ、もろもろの設備含めていろいろ悩むところはあると思うんですけど、まあ、なんか参考になればいいかなと思いながら撮っておりますので、まあ、それぞれね環境が違うので、オーバーフローであったり投げ込みだけだったり外部フィルター使ってたりみたいなね環境が違って、それぞれの中で、まあ、どういう風にやっているのかっていうのを踏まえて参考にしていただければいいかなと思っております。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。他の動画もぜひよろしくお願いいたします。それではバイバイ。このチャンネルでは金魚飼育2年目の素人がいろんな金魚飼育に立ち向かいながら、金魚飼ってみたいなとか、こんな金魚いたんだっていう金魚に対する発見を楽しみながらお届けできるコンテンツ作りを目指しています。いろんな金魚との出会いを通じて皆さんに少しでも価値ある発見を提供できればいいかなというふうに思いながら活動を続けています。少しでも応援したいと思った方や金魚を始めてみたいっていうふうに思った方は、ぜひぜひチャンネル登録していただけると励みになります。金魚とは別にですね、犬のチャンネルもサブチャンネルとしてやっていますので、興味があればそちらの方もチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは他の動画でお会いしましょう。